ミユキ、女の子から電話だぞ。え、お兄に女の子から電話？篠宮副会長とはなんか緊張しちゃってあまり上手にお話できなかった。え、なんて？うっさいしね。兄とはそんなに仲良くないですよ。え、どうしてですか？だってバカだしキモいし、すぐしょうもない嘘つくし、脱いだ服裏返したままだし、誕生日にしたってそうです。うちは何か送り合うのはお金の無駄だってことでなしって取り決めをしてるんです。だけどあの人財布に勝手に1000円入れるんですね。そういうしょうもない嘘ばかりつく人なんですよ。んだよ、漫画の話かよ。バカにするなら読んでみるといいよ。絶対泣くから。ほら見たことか、泣けるでしょ。バカ、お前こんな泣くわ。恋したくなったでしょ。まあ、お帰り。はい。ご飯の時にジュースを飲むのはダメだって約束だろ。好き嫌いせずにピーマンも食えって。もういいのか？もう食べないならごちそうさま言って茶碗は水につけて。うっさーい。え、何これ、花占い？キモいんですけど。失恋でもした？どう振られたのか聞かせてよ。うるせえ、ほっとけ。